はい、皆さんこんばんは。鉄道調査員クロフォードです。すっかり北海道雪が積もっちゃって寝雪ですね。足が埋もれてしまうほどの雪が積もっております。もうちょっとやっぱりね、長靴とか冬靴、スノートレじゃないと厳しいですね。柱にレールが使われている、東間駅の2番線ホームにいます。 JR 石岡本線の東間駅、北海道東間町市街地の、中心駅になります。当チャンネルでも何度か東間駅は紹介していますね。くず物入れなんか残ってますね、ここね。札幌ビールの広告は外されている。こっち側がね、あの製材所があって、昔は木材輸送なんかやってたんじゃないかなっていう雰囲気があるのと、保線車両が止まっていたところですね。あの春にね、6チャンネル合同作戦でラベンダー編成と特急大雪の交換シーン撮りましたけども、あの時マルチプルタイタンパーっていうあの保線車両が止まっていたところです。名所案内、東間鍾乳洞、ここすごいですよ。洞窟探検の気分が味わえてね、ワクワクします。すっごく綺麗なところ。東間ダムがあったり、東間スポーツランドっていうのはね、アスレチックとかフィールドボールっていう、なんかゴルフみたいな感じの遊べるところに、キャンプができたり、焼肉食べられるようなこうね、バーベキューできるところがあったり、ヘルシーシャトーっていうお風呂入れるところ、それからパピオンシャトーって言っていろんな昆虫とか展示しているところがあったりします。東間駅の駅名表、駅ナンバリング A35、 隣駅が伊賀牛桜丘となっておりますが、2021年3月までは東間駅の隣は将軍山でした。将軍山駅の廃止も本当に惜しまれます。将軍山駅などなかったかのようにね、もう完全に新しい駅名表にされてしまって、駅名表からもちょっと痕跡を感じることができないっていうね。東間駅の隣は桜丘駅と将軍山駅だったんだよってね、声を強く言いたいところなんですが、残念なところであります、ね、これわかります？これ砂利とこう土が見えてるところと雪が乗っかってるところの高さがこんなに違うんですよね。ホーム、本当のホームはこんだけ低いんだぞっていう、これだけ、この数日間で、北海道東間町には雪が積もってしまったってことです。うっすらとこうね、なんか雪がね、綿みたいに乗っかってます。東間駅のプラットホームの屋根。東間駅は駅員さんがいなくてですね、かつての、事務室だったところを事務所に使っている会社とショップの方もこの時間帯ではもう撤収してしまっているので、とても静かです。学生さんたちももうお家に帰っちゃったような時間帯なんでね。東間駅の跨線橋、ところどころもう塗装が剥げちゃってボロボロですが、まだそれでもどっしりとしっかりと立っております。特にポスターだとかそういったものは飾られていない感じですね。天地水と書いてアジス、アイスクリームソフトクリーム、オーガニックファーミング、
ライス、とっとき米、ベジタブル、ズ、アイスクリーム、ソフトクリーム&豆腐、アジス、当麻町のお米、とっとき米がアピールされております。当麻駅の1番ホーム。いやー、思えばチャンネル登録が50人いった時にね、ここで語らせていただいてから、4年経つんですね。あっという間です。あの時は一人でしたけれども、今年の春やっぱりライト EX やドックさん、 TK ライナーさん、宗谷太郎さん、皆さんと一緒に、同じ駅で同じ列車を一緒に共感しながら見ることができたっていうのはね、すごく嬉しかったです。現在駅事務室は閉鎖され立ち入り禁止になっております。かつての改札口、まあこれまでも何度かね写真でお見せしてるんですけどもね、当麻駅の改札口ね、ここだけ四角く囲まれてますよね。ここにそう駅員さんがいたんです、ね、時間になったら駅員さんが有人改札を行っていた、ハサミのようなペンチのような改札橋って言われるハサミで、切符に切り込みを入れていた。昔はね、電車ごっこできるおもちゃなんかには絶対改札ハサミ入ってたんですけど、今ああいう電車関係のおもちゃにはやっぱり時代なのかついてないそうですね。最近の漫画なんかでも改札バサミなんか出てくるといちいち解説が入ってるんですよね。うん、なんか今の子は知らないだろうけどみたいな感じで、昔はこれで改札をやってたもんですみたいな感じでナレーションが入ってたりとかしたんですよ。ああそうだよな、今の子知らねえよなと思ってね、国鉄末期生まれの自分がギリ世代なんだななんて思いながら、都心なんてほとんど自動改札化されてるから、だから旭川近辺でも長山駅とか留萌駅とか名寄駅とかは有人改札なんだって話すと、えって言われるんですよ。まだ人が改札してんのみたいな。はい、当麻駅の待合室、グリーンのベンチが並んでいます。以前駅ノートあったんだけど撤去されてますね。これね、こっち側が、切符を販売していた窓口の跡だから、ね、ここにこんな可愛い犬とこんなね造花みたいな可愛らしい飾りが、地元の方が作ってくれたものが置いてありますけれども、ここ見てください。ここに多分お金と乗車券のやり取りをしていたんですね。ここちょっと傾斜している、スッとこうね取り出せるようになってるんですね。でも、板で塞がれてしまっております。ここがもう開くことはないのでしょうか。ストーブありますけども、今は火が落とされています。現在外気温-4.9度、ブルブルと震える、寒さが痛みに変わりそうな、気温でございます。そしてこちらがですね、荷物を預かっていたところの窓口になります。だから切符を受け取るところの窓口っていうのは、こう私が手を置ける高さなんですけど、荷物を預かるところは見てください、一段低いんですよ。だから手を置けるところよりは低いってことは、どっこいしょってこうカバンだとかトランクだとかそういったものを乗っけるくらいの高さになってるってことですね。段ボール箱だとか、まあ、風呂敷に包んだものだとか、当時今ほど立派な箱はなかったと思いますけど、木箱だったりだとかっていうのをこうやって乗っけられるくらいの高さになっていて、窓が大きく、扉が大きく取られていたということですね。当時は郵便荷物車っていう貨車がありましたんで、それにおそらく乗せていたんだと思います。ただその郵便荷物車って言われるものは昭和60年代になると廃止になってしまったので、
そういった扱いっていうのは昭和50年代60年代でほとんど廃止されてしまってるんですね。やっぱり今あの運送会社もほとんどトラックでやってますからね。さすがにあの青函トンネルは車走れないんで、やっぱり貨物列車でコンテナですけどね、時代の流れみたいなものを感じる部分であります。と思いきやですね、あの最近ちょっと面白いことがありまして、旭川から稚内方面伸びている宗谷本線では、運送会社さんと協力して、キハ54型ディーゼルカーの、ロングシート部分に、運送会社さんの、荷物を固定して乗せることができるように改造されたスペースがありましてね、国鉄時代のように、お客さんと荷物を混載して運ぶサービスが始まったんですね。国鉄時代もあのキハユニ2号って言われる搬出が荷物室になっているディーゼルカーが活躍しました。あの真ん中で完全にこうデッキが仕切られてまして、客室スペースは半分しかなくて、後ろの部分が、郵便荷物室になっていたっていうディーゼルカーがあるんですよね。あそこまでではないけれど、キハ54型ディーゼルカーには現在その運送会社さんの荷物を搭載できるようになっている改造スペースがあるんですね。よくよく見てみたら壁にフックなんかついてました。あ、ここに多分なんかあの専用のバンドかなんかで固定して動かないようにしてんだなっていうのがね、見たら分かりましたね。当麻町から旭川および上川方面に通う学生さんの利用が多い JR 当麻駅でございます。先日やっていた旭川駅新駅舎グランドオープン10周年記念イベントのポスターが飾られたままになっております。頑張れ宗谷本線、北海道のマイレール、最北の鉄路をみんなで応援しようということで、ここは石北本線ですが、宗谷本線の応援プロジェクトのポスターも貼られております。このポスターすごいのは、こうやって見たらキハ54型のねでっかい写真ですけど、実はこれ一枚一枚は全然違う写真なんですよ。見てくださいね、ほら全然キハ54型じゃないんですよね。いろんな駅や車両の写真なんです。その一枚一枚を全部貼り合わせてつなげたらキハ54型のこの写真になるっていうね、面白いポスターの作り方してます。よく考えたなと思いますね。SNS では頑張れ宗谷本線で投稿して応援しようということで、もし皆さんね、旭川稚内間の列車とかちょっとまあスマホなんかでパシャッと撮りましたとかね、あのたまたまこうね、あのお友達なりご家族宗谷本線に住んでらしたりとか、仕事なんかでこう行った方とかが、あのあなんか電車来たななんてとか、ちょっと駅寄ったななんて思った時にスマホで一枚パシャッと撮ってこうツイッターだとかインスタだとかに上げるだけでも、こうかなりあの見てくれる人っていうのはいますんで、ね、沿線出身だった方に懐かしんでもらえたりすると思いますし、ね、ぜひやってみてください。こちらは、売店と事務所になっているアグリステーション当麻グリーンライフという会社が、経営しているところになっています。残念ながら今時間的に閉店になってますけども、美味しいソフトクリームだとか地元のお米野菜を使ったさまざまなものが販売されています。興味がある方はぜひ訪れて行ってみてください。重厚感のあるコンクリートの外壁、 JR 当麻駅、コカ・コーラの自動販売機があります。あの白い建物が、綺麗な水洗トイレになってます。軽トラックの横に、公衆電話がありますね。携帯電話持ってない方もこれで安心。あそこの電柱と街灯に温度計と時計がついてるんですが、さっきマイナス 4.9 度って説明したけど、今なんとマイナス 5.2 度に下がりました。寒いあれが自転車置き場になってますね。そしてこれが、当麻町の、JA 当麻農協の事務所ですね。
奥には北連ショップスーパーマーケットがあります。当麻町の、駅前の商店街へ続いていきます。当麻町内にはセブンイレブンとセイコーマートがあるんですが、ここからちょっと歩いていくには遠い感じですね。はい、というわけで、JR 当麻駅ざっくりですが、冬の様子をご覧いただいております。金運勢というなんか不思議なキャラクター、可愛らしい絵が描かれています。ね、駅といえばこうね、駅前の立派な木ですよね。ということでね、冬の当麻駅の様子、地元当麻町の方、かつて当麻出身だった方、当麻に来たことがある方、今回初めて当麻駅を見た方も、もしよろしければコメントを書いていただければ幸いでございます。また、コメントを書くまではないが、とりあえずお前の動画は見たぞっていう人や、なんて言っていいかは分かんないがなんかいい雰囲気だったとか思っていただける方は、もし高評価を押していただけると、次の動画を作る励みとなります。またチャンネル登録なんかしていただけるとですね、私が大変喜びますので、次の動画への意欲向上につながりますので、押していただけると幸いでございます。というわけでね、すっかり雪の積もっちゃいました。北海道道北地方から、石北本線当麻駅の様子をご覧いただいております。以前撮影した、春のね当麻駅の姿と見比べてみても楽しいのではないでしょうか。また南国に住んでる方がね、驚いていただけたりするといいなぁなんて思いながら、こんなライトアップされた素敵なお店も駅の近くにございました。そして、500円でお風呂に入れるヘルシーシャトー、寒くなってきたのでここで温まるのもおすすめです。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは次回も一緒に現地調査しよう。